サガナ・ジョップことでサガナ・ンガニュ・ジョップは、セネガルのプロ元バスケットボール選手。ダカール州ダカール県ダカール出身。ポジションはセンター。身長213センチメートル、体重127キログラム。NBA のヒューストン・ロケッツのアシスタントコーチを務めている。ジョップが本格的にバスケットボールを始めたのは、バージニア州の名門オークヒル高校に入学してからだった。 この時15歳。比較的遅い時期に始めたにもかかわらず、ジョップは高校通算で平均14.6得点、13.2リバウンド、8.0ブロックという驚異的な数字を記録した。この間、オークヒル高校は33勝0敗の圧倒的な強さを誇った。またジョップは USA トデイが選出するバージニア州の年間最優秀選手にも選ばれた。 学生時代に憧れていた選手は、ザドリームことヒューストンロケッツの大スターだったアキーム・オラジュアンである。ジョップは2001年の NBA ドラフトにおいて、全体8番目で、クリーブランドキャバリアーズから指名されて入団した。キャブスでは4シーズン在籍し、193試合に出場した。そのほとんどがベンチからの出場だったが、 頼みの綱であるディフェンスは全く振るわず、あまりチームに貢献したとは言えない働きしかできなかった。怪我にも頻繁に見舞われ、体重の問題なども次々に重なった。再契約することなくフリーエージェントになり、2005年オフにオフェンシブなチーム構成が売りのダラスマーベリックスに3年契約で移籍した。当初、目立った成績を残していないジョップに対し、地元ファンは、 疑いの目を向けざるを得なかった。しかし開幕するや、いや、エリック・ダンピアーの第一の控え選手として、多くの出場時間を与えられ、リバウンドや、ブロックなどのディフェンス面で、チームに貢献した。11月のデンバーナゲッツ戦では、ジョップが、カーメロ、アンソニーのアワや、ウィニングショットとなるシュートを阻止した。年末になると、ダンピアーの不調もあってか、スターター抜擢。これまで、 昨シーズンは10分以下だった、出場時間は上昇し、一気に平均18分の出場を記録した。マーベリックスの歴史上初めてとなった NBA ファイナルまで先発出場は継続された。2014年11月28日、D リーグのテキサスレジェンズのコーチングスタッフに加わり、2015年10月19日、アシスタントコーチに昇格した。 2016年10月3日、ユタジャズのアシスタントコーチに就任した。2020年11月30日、ヒューストンドケッツのアシスタントコーチに就任した。ディフェンス面においての働きが評価される選手である。リバウンドにおいても成長は著しく、マーベリックスに移籍した2005から06シーズンは、平均18分の出場ながら、キャリアハイの1.8ブロック記録した。 欠点は、ペリメーター付近からの短いシュートや、フリースローなどである。本人も自覚しているからか、果敢にもシュートに挑むことは稀である。ちなみに2006年オフは、ポストプレーの上達を目標に掲げていた。ブロックや、リバウンドなどの爆発的なプレーが得意な反面、ペイントエリア内での細かいプレーを苦手とする傾向がある。これはオフェンスでも、同様のことが言えるが、 たびたび、ファウルを量産し、最終クォーターを待たずして、ファウルアウトになってしまうこともあった。ありがとうございます。